たった今生まれたばかりの子牛です。自然交配で妊娠する短角牛は出産の時期が重なり、毎年2月から4月にかけてそのピークを迎えます。珍しく人の手を全く借りずに生まれたこの子牛は、わずか30分余りの間に自力で立てるまでになりました。乳牛や黒毛和牛と異なり、自然により近い形で肥育される短角牛、その流通量は国産牛肉のわずか 1% ほどと言われています。昔ながらの夏山冬里といって、夏の間は広い牧野で放牧して親子で過ごしてくると、その間に自然交配で妊娠して、で冬の間にまた出産をして、その子を連れてまた夏場は放牧しに行くと、そういう、昔ながらの健康的な飼い方ですね。それを、よりその特徴を出すために、この山形村飼育の仕方は国産の餌にこだわって、飼育して、その赤身の味がより特徴が出るように努力しています。久慈市の総合農社山形村は、地元旧山形村地域で生産される短角牛を使ったコロッケやハンバーグ、カレーやシチューといった惣菜の製造販売を行う食品加工会社です。25年前、東京の出資会社と地元農協などで構成される第三セクターとして設立。惣菜の原料の短角牛はブランド牛岩手山形村短角牛として商標登録されています。岩手山形村短角牛には積極的に国産飼料が与えられ、総合農社山形村では素材の特徴を最大限に生かした製品作りを進めています。原材料の方はすべて、無添加、あと保存料、着色料一切使用しません。これは、まあ、私たちの企業の理念なんですが、安心安全で美味しいものを消費者の方に届けたい、あと原料の方、生産者と今本当に近い場所で私たちは加工場を経営しているんですね。そうすると生産者の思いとか、本当に辛い思いとか、あとは人ですよね、本当にそういう思いが伝わってくるんで、そういった思いをどういった形で商品化できるかと。で、消費者の方につなげるのって私たちしかいないんですよ。生産者が直接やり取りができないので、そういった生産者の思いをどう商品につなげて皆さんに PR していくかというのは私たちの役目かなと思っています。短角牛は脂肪分が少なく、歯ごたえがしっかりある赤身の肉質が特徴です。このため霜降りを前面に打ち出す黒毛和牛とは異なり、煮込み料理にも適していると言われます。この日は短角牛の生産者を招いて、開発中の新商品の試食が行われました。岩手山形村短角牛の肥育農家は現在12個、それらの生産者代表の中屋敷実さんです。美味しい肉なんですけども、それをどう加工してくれるかっていうのはやっぱり気になるところで、結構辛口というか、所長にもこれいいねとか、これはもうちょっとなんか、もうちょっと考えてみたらとか、結構私は喋ります、はい、どうしてもやっぱりこう、なんていうんですかね、余る部位とかっていうのが出てきますので、それを美味しく農舎で加工して提供していただくことによって我々も助かる。総合農舎山形村では、会社設立の経緯から、これまで製品の大半を首都圏に向けて出荷、契約宅配会社へ納品していました。しかし7年前の東日本大震災をきっかけに、県内の消費者が直接商品を手に取って買えるように、県内への出荷割合を増やし現在に至っています。震災による製造ラインへの直接的な被害はありませんでしたが、自然放牧が売りの短角牛に対する風評被害は少なくなかったと川村さんは振り返ります。地域の特産を使っているのに、地元の人たちが私たちの商品を全く知らなかったんですね。で、久慈市の方も総合農社山形村は何を作っているんだということを知らなかったんですね。だってそれだとやはり地元の中で活動して地元の活性化にはつながらないと思ったんですね。その経緯がありまして、
震災以降ですね、その今思いはさらに強くなりまして、地元の商品をどう地元の人が消費してどうやって食べていくかということを考えましたね。図らずも東日本大震災は総合農社山形村の商品ラインナップを増やす結果をもたらしました。これまでの冷凍商品に加わったレトルト商品です。レトルト商品は消費者だけでなく製造加工する側にとっても食品の封入と加熱調理を一度に行うことができるため、商品開発と販売に大きなメリットをもたらしています。東銀行さんからご支援をいただき、レトルト釜の方を導入させていただきました。こちらの方は本当に短角の良さを生かせる、ようやく武器を手に入れたかなと思っています。レトルト商品のメリットはやはり常温の流通ですね。あとは賞味期限が長くなので防災用にも適してるんですよ。でどうしても私たち物流的に不利な部分がありますので、何かあった時にやっぱすぐに食べれるもの、そういった経緯を踏まえてレトルト商品の開発に今力を注いでいます。久慈市と同じく全国有数の短角牛の産地であるお隣岩泉町、2016年8月台風10号により大きな被害を受けました。当時被災して製造ができなくなっていた岩泉町の加工場への支援として始まった受託製造。このレトルト商品の製造機器を導入したことで成し得ることができ、現在もその協力関係が続いています。県北地域ならではの山瀬が入って急峻な山で、そして放牧できる場所があるっていうのは、まあ地域の財産なのかなと。そういうところを地域のその魅力を活用して生産できる方法っていうのは、続ける意味があるんじゃないかなと思ってます。地域の生産者あっての総合農社山形村、川村さんはその思いを大切に短角牛の美味しさをより多くの人に伝えたいと意欲を燃やします。岩手県内もいろんなこだわりを持った生産者の方がいると思うんですね。ただそういったものをどういって販売したらいいか、どういって商品化したらいいかっていうのがなかなか皆さん悩んでるところだと思うんですね。でロットが大きかったりだとか設備がなかったりとか、そういったことで悩んでる方のために、私たち今ようやく設備も整ってロットも小さいロットから製造できるんですね。で委託製造も含めて銀行さん、農協さん、JA と協力しながらいろんな商品を開発して地域の台所として役割をしたいと思っています。